丹後の山奥で八坂窯という小さなパン屋を営んでいます太田光輝と妻の知恵です。朝は5時に起きます。5時半から、その日の朝にこねる生地、朝日が上がるのを眺めながら、こねおけの中に手を入れて、がすごく静かでとても好きな時間です。最初は知恵がパン教室に通っていて、でお家でもパンを焼いたりしていて、それを見てすごく興味が湧いて、で教えてもらって作ったのが初めてのきっかけで、やっぱりパン生地は言葉を発さないので、こちらがもう本当に神経を研ぎ澄ませてちゃんと耳を傾けてあげてないと、その変化に気づくことができないんで、フランスに行きたいなと思いまして、ただ当時そんなにお金もなかったので、いろんな場所で勉強させてもらって、その後はイタリアと、クロアチア、トルコ、ジョージア、競技をしてたんですけど、でも私もともと空手をしていたので、格闘技には興味が。話をして、でもうすぐ試合があるから。体を動かすことが好きなので、格闘技、柔術、今は格闘技の、名前はすず。ひょうきん。ひょうきんですね。お父さんがパンを作ってる、作るのはお父さんメインなので、お父さん。虫が好きなんですけど、よく虫を捕まえ。いろいろありまして、2018年にもう本当に逃げ出したくなりたいなる時もあったんですけど、知恵と仲良く、これが一番難しい。パン作りより難しいです。ちゃんと耳を傾けながら。